次回は11月ですね。まあ、ここの、街道でですね、恋愛するのはあと1ヶ月ということで、12月からちょっと別な、街道で恋愛をする予定です。ですから、あの、まあ、今日はまだ10月ですけど、あと1ヶ月ですね。まあ、寂しいのか、また楽しみなのか、ちょっと複雑な気持ちですけれども、皆さん、私たちは、信仰で歩んでます。イエス・キリストを信じる信仰で歩んでます。私たちは日曜日集まって、イエス様を礼拝し、イエス様を喜びます。そして私たちは、その本当にこの真理を知って、真理のうちを歩んで、そして、私たちは助け合って愛し合って歩みます。私たちは世の光となっています。多くの人たちはその何も分からなくて、苦しんで歩んでますけど、私たちは、いろんなことをもう知らされています。イエス・キリストは光であって、その光を受けて私たちは光を反映しています。私たちの心は以前は、闇でした。何も分かりませんでした。自分が何であるのか、どのように生きるべきなのか、どうやって人と関わったらいいのか、将来自分はどうなってしまうのか、全然分かりませんでした。しかし今私たちはいろんなことを学んで、いろんなことを知っています。兄弟姉妹の皆さん、私たちは今自分の信仰のレベルにあって、さらに前に進もうではないでしょうか。それぞれの信仰のレベルがあるかもしれません。しかし私たちは方向は同じ方向です。それはイエス様の道です。イエス様の道というのはイエス様に従っていく道です。そして兄弟姉妹と共に歩む道です。そしてそれは命に至ると書いてあります。以前は滅びに至る道を歩んでました。この世を愛する道でした。欲で、この惹かれる欲的な道でした。自分中心でした。神様抜きでした。イエス様抜きでした。この世的な、そして肉的な、世俗的な生き方でした。しかしその生き方は滅ぶと書いてあります。多くの人は、自分が滅ぶ生き方をしているということさえも、知りません。みんなが同じだから、死んだら無だよ。天国とか地獄あるか行ってみなきゃわからないよ。神がいるかどうかもわからないよ。そういう生き方です。私たちクリスチャンは以前はノンクリスチャンだったんですね。私たちクリスチャンはそのノンクリスチャンの考え方、ノンクリスチャンの生き方を知っているんです。私たちはそれを経験したから、その不信仰な生き方を経験したので、私たちは比べることができます。不信仰の生き方と信仰の生き方を比べて、どっちがいいかが分かります。しかしノンクリスチャンの人たちはクリスチャンの生活を経験してないんです。クリスチャンの考え方を経験してないんです。だからその不信仰な生き方しか知らないんです。比べられないんです。一つしかないんですね。信仰のない生き方しか知らないので、ですからその選びようがありません。しかしクリスチャンの場合は違います。クリスチャンの場合には、信仰前と信仰後を知っています。比べることができます。どっちがいいかもう、はっきりしています。信仰を持ってない時の人生と信仰を持ってからの人生、全然違います。全然大違いです。それは私たちはもう経験してるからわかるわけです。ですから私たちはある意味では幸せです。光と闇を知ってるから、光と闇を知ってるから私たちは光を選びます。多くの人は闇しかわからないので、
選びようがないのです。ですから私たちは、この世の光、地の塩となって伝道する必要があります。生きる必要があります。苦難があります。迫害があります。いろいろ犠牲があります。悪口を言われます。ひどいことを言われますね。でもたとえそうだとしても、私たちは人々に対してイエス様を述べ伝える必要があります。たとえ、迫害があっても恐れないで、むしろ報いが、天において報いが大きいと書いてあります。イエス様の名によって、悪口雑言言われたとき喜びなさいとあります。喜び踊りなさいと書いてあります。それは天において報いが大きいからです。兄弟姉妹の皆さん、私たちは、この世にあっては苦しめられるかもしれませんが、天においては素晴らしい栄誉を受け、報いを受け、神の子として永遠に生きることができるんです。私たちはその、イエス様の約束を信じて、イエス様の約束を信じて、その、約束に基づいて基づいて、生きています。多くの人たちにはその約束がありません。国の保障はありますか？もちろん年金とかそういう保障はあるかもしれません。しかし、その死んだ後の保障はないわけです。そして、多くの人はこの会社の保障とか家族の保障といっても一時的で、本当の保証にはなりません。会社もある意味では使い捨てかもしれません。家族も、限界があるでしょう。私たちを本当に保証してくれるものは、そのイエス様だけが、イエス様だけが私たちを保証し、イエス様だけが私たちのに約束をしてくださっています。私たちは礼拝の時に聖餐式をしますが、聖餐式は契約です。皆さん、私たちには神様の契約を持っているんです。おはようございます。おはようございます。神様の契約を持っているんです。皆さん、国の契約、会社の契約、ね、友人の契約、約束と比べてください。神様の契約が一番信頼できると思いませんか？神様が約束したこと、神様がその裏切ることはないのです。私たちは最高の約束を持っているんです。最高の契約を持っているんです。ですから私たちは、礼拝の時に、聖餐式をして、聖餐式をして、その、契約をですね、心に留めて、本当にその契約により頼む必要があるんです。その契約とは何ですか？イエス・キリストに会って罪が許されて、神の子になり天国に行くという契約です。裁きに遭わず地獄に行かず、その天国に行くという契約です。ですから私たちは、その十字架によって、十字架によってその契約が、できるんです。イエス・キリストの十字架のその御業によってその契約に預かることができるんです。ですから私たちは十字架を誇って、十字架に感謝して、イエス様の犠牲ですね。十字架というのはイエス様が命を捨てたという犠牲です。私たちのためです。私たちのために傷つき苦しみ死んでくださった。生きています。多くの人たちにはその約束がありません。
国の、ね、国の保障ありますか？もちろん年金とかそういう保障はあるかもしれません。しかし、その死んだ後の保障はないわけです。そして、多くの人はこの会社の保障とか家族の保障といっても一時的で、本当の保障にはなりません。会社もある意味では使い捨てかもしれません。家族も、限界があるでしょう。私たちを本当に保障してくれるものは、イエス様だけが、イエス様だけが私たちを保障し、イエス様だけが私たちのに約束をしてくださっています。私たちは礼拝の時に聖餐式をしますが、聖餐式は契約です。皆さん、私たちには神様の契約を持っているんです。おはようございます。おはようございます。神様の契約を持っているんです。皆さん、国の契約、会社の契約、ね、友人の契約、約束と比べてください。神様の契約が一番信頼できると思いませんか？神様が約束したこと、神様がその裏切ることはないのです。私たちは最高の約束を持っているんです。最高の契約を持っているんです。ですから私たちは、礼拝の時に、聖餐式をして、その契約をですね、心に留めて、本当にその契約により頼む必要があるんです。その契約とは何ですか？イエス・キリストに会って罪が許されて、神の子になり天国に行くという契約です。裁きに遭わず地獄に行かず、その天国に行くという契約です。ですから私たちは、その十字架によってその契約が、できるんです。イエス・キリストの十字架のその御名によってその契約に預かることができるんです。ですから私たちは十字架を誇って、十字架に感謝して、イエス様の犠牲ですね。十字架というのはイエス様が命を捨てたという犠牲です。私たちのためです。私たちのために傷つき苦しみ死んでくださった、その犠牲に対して私たちは感謝をするべきじゃないですか。礼拝というのは十字架に感謝することです。ね、礼拝というのは十字架の御業を褒めたたえることです。素晴らしい、神様の救いの計画、救いの御業、神様のその人々を救いたい、人々をその滅んでほしくない、人々を自分のとこにこの迎えたいという、その神の愛が十字架で表されています。ですから私たちは、喜ぶべきです。十字架を知ったんです。イエス様を知ったんです。救いを知ったんです。本当に大事なことを知ったんです。ですから私たちはこの世のものに心を奪われてはいけません。この世の虚しいもの、愚かなもの、意味のないことに心を向けてはいけません。本当に大事なことに心を向けましょう。本当に大事なことを求めましょう。ね、世を愛してはいけないというのは、一時的な虚しい快楽、虚しい栄誉、ね、この世のことというのは、永遠に残らないんです。でしょ？この世のものというのはもういずれなくなっちゃうんです。お金も結局なくなっちゃうわけですね。物もなくなっちゃうんです。もう車だってなくなっちゃうんですね。家だってなくなっちゃうし、この世のものはみんな廃れてしまうんです。本当に残るものは何か、本当に残るものに価値があるんです。信仰と希望と愛は残ると書いてあります。アメン。その本当に残るものを求めようではないですか。価値があって意味があって本当に私たちのためになるものに心を向けようではないでしょうか。
アーメン。では皆さん、礼拝すると、礼拝すると祝福が来るのです。礼拝すると、いろんな良いものが来るんです。天から来るのです。神様から来るのです。この世のものではなくて、天から来るものに価値があるんです。天から来るものが必要なんです。私たちは、この世のものも必要かもしれませんが、しかし、一番に必要なのはこの世のものではないんです。一番に必要なものは天のものです。天のものが一番必要です。そして私たちが賛美して、イエス様を賛美して、イエス様に感謝して、イエス様を喜ぶと受けるんです。アーメン。そういうわけで皆さん、思い切って賛美し、思い切って礼拝しましょう。アーメン。の上に立つ我らは主の民この地を勝ち取るために幾人を解き放つ我らの国にこの町に大なる主の栄光天と地が一つにされる大なる主の皆すべての上に立つ我らは主の民この地を勝ち取るために御国を解き放つ我らの国にこの町に大なる主の栄光都が一つにされる大なる主の皆すべての上に立つ我らは主の民この地を勝ち取るために御国を解き放つ我らの国にこの町に大なる主の栄光天と地が一つにされる大なる主の皆すべての上に立つ我らは主の民この地を勝ち取るために御国を解き放つ我らの国にこの町に大なる主の栄光天と地が一つにされる御国を解き放つ我らの国にこの町に
が一つにされる。御国を解き放つ。我らの国に、この町に、王なる主の栄光。天と地が一つにされる。天と地が一つにされる。天と地が一つにされる。涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる。命の地に導く。主は御手を伸ばして、涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる。命の地へ導く。ハレルヤ、主を愛して、歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする。主がそばにいるから、主は御手を伸ばして、涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる。命の地に導く。神手を伸ばして、涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる。命の地に導く。ハレルヤ、主を愛して、歌は絶え時さえ賛美をする。主がそばにいるから、ハレルヤ、主を愛して、歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする。主がそばにいるから、主は御手を伸ばして、涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる。命の地へ導く。ハレルヤ、主を愛して、歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする。主がそばにいるから、ハレルヤ、主を愛して、歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする。主がそばにいるから、主が
そばにいるから、主がそばにいるから。アメン。偉大な方、讃えます。喜びが地に満ちる、光をまとうあなたの姿、暗闇は逃げてゆく。我が主よ、偉大なる神、力ある君、イエスよ、我が主よ、偉大なる神、力あるですよ。見ての中に解き放たれ、この世界は作られる。一味と御霊、一つの神、我らの作り主、我が主よ、偉大なる神、力ある君ですよ、我が主よ、偉大なる神、力ある君ですよ、我が魂、主を褒めよ。偉大な君ですよ、我が魂、主を褒めよ。偉大な君ですよ、我が主よ、偉大な神、力ある君ですよ、我が魂、主を褒めよ。偉大な君ですよ、我が主よ、偉大なる神、力ある君ですよ、我が主よ、偉大なる神、力ある君ですよ。
よ。我が主よ、偉大なる神、力ある君、イエスよ。この道を歩む険しい道、十字架を背負い、この道の果てで愛する主に会える、栄光の我を迎える。主が来られる日まで立ち上がり進みゆく、主の栄光溢れる日、立ち上がり賛美せよ。進みゆく、主の栄光溢れる日、立ち上がり賛美せよ。愛する我が主、救いの神よ。愛する我が主、栄光の来られる日まで立ち上がり進みゆく、主の栄光溢れる日、立ち上がり賛美せよ。愛する我が主、救いの神よ。
愛する我が主栄光の ハレリア、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 ハレリア。賛美することは特権です。We have authorization to sing a song to the Lord。礼拝することは特権です。To attend the church service, we are authorized by God。神様の許可がないと礼拝できないんですよ。We cannot attend church service without permission of God. 神様の許可がないと賛美できないんです。Without permission of God, we cannot sing a song. 私たちは許可を得てるんですね。We got the permission. その、許可とは何ですか ？What is the permission of God? 聖霊様ですね。That's the Holy Spirit.聖霊様をいただくから礼拝したくなるんです。When we receive the Holy Spirit, that's why, or after that, we got the desire to worship to the Lord. 聖霊様をいただくから賛美したくなるんです。When we receive the Holy Spirit, that's the time we want to, or we have desire to sing a worship to sing to worship the Lord.どうしてノンクリスチャンの人が礼拝しないんですか ？Why no unbeliever do not worship the Lord to attend the church service？ どうして未信者の人は賛美しないんですか ？Why unbeliever do not sing a song to the Lord？ 聖霊様をいただいてないからです。Because they have not received the Holy Spirit yet spiritually。聖霊様は激しく受けると。When we receive the Holy Spirit。Abundantly. I want to sing a song to the Lord. 礼拝したい。I want to join the worship service. もうイエス様に本当にハレルヤと言いたくなるんです。I want that time to want to say hallelujah to the Lord. 聖霊を受けなければ。Without get the permission to the Lord. なぜ賛美する Without receiving the Holy Spirit. なぜ礼拝賛美するの Why?Do I have to sing a song? なぜ礼拝するの Do we have to attend the church service? 寝ていた方がいいや。Better to sleep at home. それは、聖霊さんを受けてないからです。Because they have not received the Holy Spirit yet. ですから私たちには聖霊様が必要です。That's why we need the Holy Spirit. イエス様おっしゃいました。Jesus said, 求めよ。Seek for.そうすれば与えられる。Then you will receive, you will get. 求めよ。Look for. そうすれば与えられる。Then you will receive. そして本当にいいものは Then the truly good one. 聖霊様です。That's the Holy Spirit is the one. Amen. Amen.
ですから兄弟姉妹の皆さん、brothers and sisters、私たちは熱心に、we have to hardly 祈りましょう。Let us to pray。熱心に、熱心が難しいね。なんて言うんでしょう。eagerly、eager、eager、I'm eager、eagerly to pray、to pray。熱心に生きるのです。eagerly to survive this world。私たちは生ぬるく生きてはいけません。It's not good for us to survive, stay here in lukewarm water, like lukewarm water. イエス様の心は熱い心です。The heart of Jesus Christ is hot. 熱い心で皆さんを愛しているんです。Jesus Christ loves us with hot heart. 燃える心で皆さんを愛しています。The heart of Jesus Christ is burning hot, very hot. 皆さんに命を捨てるほどです。Like he threw the he gave us his life on the cross. その熱い心を知ったならば、when we know the heart, his heart or his hot heart, 私たちの心も溶かされて。Our stubborn, our hard heart also melting. 私たちの心も熱くなるのです。Our heart become hot also. それは聖霊様によって熱くなります。That by the Holy Spirit become hot, our heart. イエス様おっしゃいました。Jesus said, あなた方はやがて、later on you will 聖霊のバプテスマと、You will be baptized by Holy Spirit and 火のバプテスマを受けるだろう。You will be baptized by fire, by the fire. 私たちは火のバプテスマを受けるのです。We will take the baptism by baptismal by fire. Fire! 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 火のバプテスマを受けるのです。The baptismal by the fire.神様は燃え尽くす火だとも書いてあります。Bible said that God is the fire which burned away. ですから私たちは火を受けて、Then we receive the fire and 心が燃えて、And our heart will be burned hot. いろんな不純物が燃えて、And pure, unpure, unpure.Something unpure will be burned or run away, kick out. 肉が燃えます。The flesh will be burned. 皆さん焼肉好きですか？ Do you like 焼肉 grilled meat? 皆さんバーベキュー好きですか？ Do you like barbecue? 私たちの心はバーベキューですよ。Our heart is barbecue. 神様の火で。Our heart will be by the fire of God.私たちの肉が燃えるんです。Our flesh will be burned. 筋肉じゃないですよ。Not muscle. その欲望的な肉です。Flesh means 欲望は何でしたっけ？Desire. Desire はね、flesh。Flesh な flesh it will be flesh。多くの人は肉で生きてますから。Many people stay or live with bad desire, bad motivation. ですから心は肉だらけですけど。Their heart is flesh, by flesh. 私たちは神の火で。By the fire of God. 燃えて。We burn. 燃えて。Burn. 肉が燃えて。Flesh will be burned, desire will be burned. 肉が消えていくんです。The flesh will be perish. 肉が消えていくんです。Our flesh will be perish. 欲が消えていくんです。Our bad desire will be disappear. ネガティブなことが消えていきます。The something negative will be disappeared. 怒りが消えます。Our anger will be disappear. 憎しみが消えます。Our hate.Will be disappear. コンプレックスが消えていきます。lower complex かな、劣等感ね。lower complex。
will be disappear. プライドが消えていきます。Our pride will be disappear. 絶望が消えていきます。Hopeless will go disappear. その代わりに、instead of that, 希望が来て、the hope will come. 喜びが来て、the joyfulness will come. 感謝が来て、appreciation to come. 平安が来るんです。The peace will come. 御霊の実は、the fruit of the Holy Spirit is. 愛、喜び、平安です。Love, joy, peace. ですから信仰によって歩んで、let us to walk by our faith. 聖霊様に満たされるなら、if when we filled up by Holy Spirit, 熱く喜べるのです。We can be joyful by heart. 皆さんもそうなってほしいのです。He or we want you to be like that. 皆さんも燃えてほしいのです。We want you to be hot. 求めるならば、if you seek for, そうなるのです。It, we will be like that. そしてこのメッセージに対して、to respond to this message, Amen と言うなら、if you say Amen, Amen と言うなら、if when you say Amen, 皆さんは受けるのです。If when you say Amen, you will receive. 聖霊様を受けるのです。You will receive Holy Spirit. 火を受けるのです。You will receive the fire from God. 油を受けるのです。You will get the anointment. 油は燃えますよね、皆さん。The oil will be burned. 油を注げば、when we pour the oil, 燃え上がるのです。The fire will become bigger. 皆さん燃え上がるのです。Let us to become fire, become bigger.イエス様の心に対して燃え上がるのです。イエス様の愛を感じて燃え上がるのです。When we receive the love of Jesus, we will become hot. 将来の素晴らしいことに対して燃え上がるのです。Become hot toward the glorifying the near future.強い心になって、with become strong will. 希望に満ちた心になるのです。Hopeful heart. アメン。アメン。アメン。そのように、霊と誠を持って、with Holy Spirit and sincereness. 出会いすることが神様を求めています。God is requesting us. God wants us to worship the Lord with hot heart.燃える信仰によって、by the burning spirit of faith, 神様は喜ばれるのです。God will be happy. 詩編100編をちょっと読みたいと思います。Let us sing, let us read the Psalm 100. ああ、これ。先に日本語を読みます。Psalm 100. 全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。はい、拝読いたします。 Psalm 100, a psalm for giving thanks. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It isHe who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures.Forever. His faithfulness continues through all
generations. Amen. 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 皆さん、詩編はですね、もう本当に喜びに満ちています。詩編、The Old Testament, the Psalm is full, full of joyfulness. 賛美に満ちています。The full of singing the songs to the Lord. 感謝に満ちているんです。Full of thanksgiving. もう本当にこれはですね、その礼と誠を持った礼拝ですね。This is the worship with Holy Spirit and sincereness to the Lord. 教会ではこの詩編をよく読みますけど。In the church, in the world, many times we read the Psalm 101 from 1 to 5. この、テンションが違いますよね。テンション、熱、厚さが違う。どことどこが違う？ここと教会。ああ、OK 。はい、すみません。テンション is different. Different means the, from the Bible, tension in the Bible, tension in the church. A little bit different. There is a gap. ダビデはものすごいテンションでした。Pastor David is very, very hot at that time.もうものすごい神様を愛してました。He David loves God so much. Loved him. Loved God so much. 神様ダビデは絶えず、神様を褒めたたえてました。David was loving God all the time. その彼の信仰が詩編に現れているわけです。The his faithWhat appeared in the Psalm 100. ですから私たちも聖霊に燃えることによって、for us also by burning by Holy Spirit, 同じ思いになれるんです。We can be like David feeling. ですから私たちは詩編を読むときに、then when we read the Psalm.同じ喜び with the same、joyfulness as David 同じ感謝 with thanksgiving as David 同じ、感謝賛美ですね。あと同じ賛美を持ちましょう。 Let us have the same praising the Lord as David. ダビデの幕屋の回復っていう言葉がありますね。Recovery of the Makuyawana tent. Tabernacles. Tabernacles of David. これは賛美が回復するという意味があります。That means recovery or reconstruction of the praising God by song. この詩編の賛美が The worship song in Psalm Old Testament. この終わりの時代にIn this, the end of this world now, 回復するのです。We will recover or reconstruction this time. この終わりの時代のクリスチャンが、in the Christians in this time, ダビデのような賛美を持つのです。Praising the Lord by song like David. ダビデのような喜びを持つのです。The Christian will have the same faith like David. いや、それ以上です。Oh, no, more than David. それ以上です。The more than David. なぜですか？ Why? ダビデはそのイエス様のことを、まあ、知らないわけですね。神様ももちろん知ってますけど、十字架のことは知らないんです。When the activity of David, BC, before Christ, he did not know the cross of Jesus, but he...Of course, he knew the God. 私たちは十字架を知っていて、We know the cross. イエス様を知っていて、We know the Jesus Christ. この終わりの時を知っていて、We know the end of the world, the time. この6000年の人類の歴史を知っていて、We know the history of these 6,000 years history.
このイスラエルの再建をしていて、We know the restoration of Israel. 神様の素晴らしさを、We know the wonderfulness of God. 知っているからです。We know that. 神様をもっともっと私たちを褒めたたえることができるからです。We can worship more and more the Lord. もっともっと私たちはそのイエス様の約束を喜ぶことができるからです。We can be more joyful the promise of God than Jesus. 私たちは今この終わりの時代に、信仰に立って喜ぶことが必要です。It's necessary for us to stand on the foundation of the faith of Jesus Christ. Amen. Amen. 喜びましょう。Let us be joyful. 聖書も言っています。Bible said also, 絶えず喜びなさい。Always be happy, always be joyful. いつも喜びなさい。Always happy, joyful. 喜び踊りなさい。Let us to dance with joyfulness. 子供のように。Like children. 大人は喜びにくいんですね。For the adult, it's difficult, ashamed to dance around. 大人はお金のこと考えたり、Adult usually thinking of the finance. なんか人間関係考えたり、the relationship with neighbors. 世間体を考えたり、世間体、relationship in the secular world. 大人はなかなか素直に喜べない。The adult, so-called adult, is difficult to joy without forget everything in this something secular world. 子供は責任がないから。Children has no responsibility in this world. もう素直に喜びます。素直に。Children can joyful with purely heart. でも私たちも子供のように喜ばなきゃなりません。But we have to be joyful with the heart of children. その悟く。Wisely. そう。悟く、しかし素直に。Wisely, but with pure heart. 蛇のように悟く。Wise like snakes. 鳩のように素直に。Obedient like pigeon. 私たちは子供のように素直になりましょう。Let us be a pure heart like children. Amen. Amen. 素直に喜びましょう。Let us be joyful.With the purely heart like children. 素直に感謝しましょう。Let us be thanksgiving to the Lord. 素直に賛美しましょう。From pure heart, let us sing praise the Lord. イエス様の教えを。The teaching of Jesus, teaching by Jesus. 素直に従いましょう。Let us to obey. すぐに従いましょう。Immediately to obey. イエス様の愛を感じましょう。Let us to be feel the love of God, the love of Jesus. もう驚くような愛で、by the love of unbelievable. 皆さん愛されてるんです。We have been loved by God. イエス様に愛されてるんです。We have been loved by Jesus. 皆さん愛されてるんです。You have been loved by God. 信じてください。Please believe.素直に信じてください。Please trust what from pure heart. 親に愛されなかったかもしれません。even you are not, even some of you are not loved by their parents. 友達に愛されなかったかもしれません。Some of them have not loved by friends.誰も愛してくれない人もいるかもしれません。Might be you felt be loved nobody. 大丈夫です。Don't worry. イエス様が愛してくれてます。Jesus, only Jesus loved you. イエス様が愛してくれてます。Jesus loved you. 喜びましょう。Let us be joyful. 喜びましょう。Let us be joyful. 彼は決して見捨てません。God, Jesus does or will not abandon us. 彼は決して見捨てません。He will never abandon us. ものすごく誠実な方です。God is very, very super, sincere to us. もう信頼できる方です。He is the trustable one.
その方に心を寄せましょう。Let us focus to him. その方に期待しましょう。Let us to expect him. その方を愛しましょう。Let us to love him. その方だけを愛しましょう。Let us only him. それが人生です。This is the life. それが生きる意味です。This is the purpose of life. 素晴らしい未来があるんです。There is we have future. アメン。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 生産式をします。多くの人は知りません。Many people do not know the meaning. イエス様の約束ほど、The promise of by Jesus, 確かなものはないのです。That's the very, very most, trustable, assurance. この世の保証は全部、確かではありません。An assuranceAgreement in this world is not trustable. 人の約束も信用できません。The promise with neighbors also not trustable. 株も国債も全然信用できません。Stock and 国債は何でしたっけ ？Nation、National、National、Nation、by the government the 国債 next time I will check. はい。そしてお金も信用できません。So money.Also not trustable. 自分自身も信用できます。We cannot trust by ourselves also. 家族も信用できます。We cannot trust the family. たった一つです。We can trust only one. たった一人です。Only one person we can trust. イエス様だけは信用できます。Jesus Christ is trust 100% trustable. イエス様の契約だけは一番信用できます。The most trustable one is agreement with Jesus Christ. 私たちはこの契約の上でいきます。We just stay on foundation of the agreement of with Jesus. これ以上確かなものはないのです。Nothing more than this agreement. ですから私はこの契約でいきます。We live with just above on this agreement with Jesus. この契約で生きるものは強いのです。The person or people are strong with the, this agreement.保証されるのです。Is in, assured. 本当に保証される。Really assured. 多くの人は、信用できないものに保証されようとしています。Many people try to, try to find the, assurance the, which is not trustable. 保険とか年金とか財産で保証されようとしています。They are hoping thewealth, pension, insurance, etc. So, but they are not trustable. しかし私たちはイエス様との契約で、保証されます。We are insured by the agreement with Jesus. この契約をどれほど真剣に捉えるかが大事です。The important is how much we trust theThis agreement. 形式ではダメです。Not only surface. 習慣ではダメです。Not only the, tradition. この生産式に、ただ預かることだけではなくて、Not only to attend the ceremony, this, Lord's Supper. 心から。From our heart. 心から。From our heart. 悔い改めて。With repentance.イエス様の契約を受けるのです。With repentance, we receive the agreement with Jesus. その証印が、証印 the legal stamp is
聖霊様です。 That's the Holy Spirit. この契約の書印が聖霊様です。 That's the stamp of, by Holy Spirit. 天のお父様、 Our Father in heaven, 感謝します。 Thank you so much. 以前は約束のないものでしたけれども、 Before we do not have the promise agreement, 何の保証もないものでした。 We have no assurance before.今は最高の保証を受けています。 We receive the assurance by Holy Spirit. 最高の契約を受けました。 That's the best one. イエス様、感謝します。 Thank you so much, Jesus. 十字架の契約です。 This is the agreement of cross. 血の契約です。 This is the agreement by your blood. あなたの犠牲による契約です。 With your sacrifice.本当に感謝します。Really, we appreciate so much. 心から感謝します。From our heart. 私たちの罪を許してください。Please forgive our sin. 私たちの罪を許してください。Please forgive our sin. 私たちを清めてください。Please cleanse us. イエス様の御名によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen. Amen.生きています。多くの人には